はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。今回は先日開催されていましたアーティストイブくんの展示会、イブエクスペリエンスツアー2024再開大阪会場でお迎えした購入品紹介をしていきたいと思います。前回の動画では会場の雰囲気を紹介していますので、ぜひそちらも合わせて見てみてください。それでは早速購入品を開封していきたいと思うんですけれども、今回は全部でここ紹介していきたいと思います。それではまず1個目は、はい、こちらの CD となっています。僕はイブくんがドラマ剣とかナンセンス文学を投稿していた頃から好きでずっと聴いているので、ファン歴としてはまあそこそこ長いので、文化以降のアルバムっていうのは全部持っているんですけれども、それ以前の歌ってみたとかのものは全然売ってなくて持ってなかったので、今回こちらが販売されていたので買ってみました。収録曲としてはまず、はい、こちらのファーストアルバムのワンダーワールドの方が、よいしょと、はい、こちらの7曲となっていまして、セカンドアルバムのラウンドロビンの方は、はい、こちらの10曲となっていまして、最後にこちらのオフィシャルナンバーの方は、はい、こちらの10曲となっています。右に曲がるとか新宿シックは歌ってみたの中でも結構好きな曲で、 YouTube で今でも聴いていたりしたくらいなので、今回 CD でゲットできて嬉しいですね。一応これらの CD っていうのは今回の再開のグッズじゃなくて、タワレコさんとして置かれていたものなんですけれども、今回は購入品として紹介させていただきました。2個目は、はい、こちらの人外のイラストブックとなっています。こちらも再開の靴ではなくて2019年に販売されたものなんですけれども、私は持っていなかったので今回お迎えしました。中身としてはアルバムのおとぎとか文化に収録されている曲の MV のイラストっていうのが全部で80ページぐらいで描かれていました。それだけでもね、十分楽しめるものになっているんですけれども、ここの帯にも書かれてある通り、なんとね、インストの CD も付いていまして、今回これが欲しくて衝動買いしちゃいました。ここからは今回の再開で購入したグッズとなっていまして、続いて3個目は、はい、こちらのアクリルフレームアートとなっています。こちらは再開のイラストがアクリルパーツになっていまして、自分で組み立てることができるグッズとなっています。こちらは実際に組み立ててみたいと思います。こちらのセットとしては、まず装飾パーツの六角形と三角形と星形のパーツに、上下の留めのパーツ、そして再開と書かれた全面プレートに、フレームと再開のイラストが描かれたアクリルパーツで、中には毛玉ちゃんもいてますね。そして最後に背景のプレートの全部に分かれています。ちなみにこちらの組み立て方っていうのは、こちらの台紙の方に書かれていました。割れやすいみたいなので慎重にやった方がいいみたいですね。ということで、はい、こんな感じで今回の再開のイラストっぽく組み立ててみました。やってみた感じ全然難しくはなかったんですけれども、途中で結構ね、指紋が気になったりしたので、そこだけは拭きながらやった方がいいかなと思いました。あとはこの中の装飾パーツっていうのが完全に挟み込んでるんじゃなくて入れ込んでいるだけなので、ちょっとね、中で、あ、かなりこずれちゃったこんな感じでね、動いてしまうので、どうしてもね、ここを動かしたくないよっていう方はクリアファイルとかを切り取って中で厚みを増してあげた方がいいのかなと思います。一応この上下の留めのパーツっていうのは入れ込んでいるだけなので、割れるのさえ気をつければ何回もね、中身を入れ替えることができると思うんですけれども、よいしょと、あ、ちょっとこれ以上は今怖いのでやめておきます。厚さが 3mm 以内のものだったら中に入れることができるので、オリジナルのアクリルフレームを作ることができます。続いて4個目は、はい、こちらのペンポーチとなっています。
こちらはコロロンと花嵐の2パターンがあったんですけれども、私はコロロンのライブに参加したので、せっかくならこっちの方がいいかなと思ってコロロンを買いました。取り出してみるとこんな感じになっていまして、こちら側にはイブ再開と書かれていて、反対側にはイブエクスペリエンスツアー2024と書かれています。横の方にはリングがついていて、上はチャック式となっていますね。そして内側は、はい、こんな感じになっていて、ポケットとかは特にないですね。サイズとしては横が20センチ、高さが約11センチとなっていまして、マチっていうのはそんなにないんですけれども、ペンポーチということで文房具ももちろん入れれますし、それ以外にも小物入れとしても使えそうかなと思います。ちなみにさっきのこのアクリルフレームアートがこの中にすっぽりと入りました。はい、最後に5個目が、はい、こちらのステーショナリーセットとなっています。中身としてはいろいろと入っていまして、まずは、はい、こちらの再開のポーチで、このフラップの部分にはイブ再開と書かれています。そしてこちらの中身には、よいしょ、はい、こちらの A5 サイズの再開のクリアファイルが入っていまして、赤と緑の暗記シートにボールペン、マスキングテープが2種類、最後にこちらのステッカーの全6点が入っていまして、こちらのステッカーとマステとボールペンに関しては個別の販売もあったんですけれども、はい、こちらの3点に関してはこのステーショナリーセットの限定のものとなっています。ボールペンの方は白色の軸にリュウコちゃんのイラストが黒で描かれていまして、マステのデザインとしてはまずこちらのコロロンの方がこんな感じのコロロンのイラストとなっていまして、もう一つのこちらの再開のシールが貼ってある方は花嵐のデザインのマステとなっていました。ステッカーの種類としてはこちらの再開のイラストにつのちゃん、りゅうこちゃん、とびくん、つのちゃん、そして最後にも再開のこの6種類となっています。はい、ということで今回はイブくんの展示会、イブエクスペリエンスツアー2024再開の大阪会場で購入したものの紹介でした。いかがでしたでしょうか。私は文房具が大好きなので、もともとはアクリルフレームとペンポーチとステーショナリーセットだけ買う予定だったんですけれども、まさかの CD とイラストブックっていうね、予想外のグッズもあったのでつい買っちゃいましたけど、後悔はしていません。 CD に関してはまたこの動画を編集して投稿し終わったらご褒美として聞いてみたいと思います。この動画を公開する頃にはおそらく名古屋か渋谷の方で展示会が開かれていると思うんですけれども、ぜひどのグッズを買うか迷われている方の参考になると幸いです。このチャンネルでは普段ガラスペンやインクなどの文房具を紹介しているんですけれども、私はイブくんが大好きなので、またこうやってイブくんのイベント等があれば動画にしたいと思っていますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。